タバコと肺がんの問題はいろいろな見方があるわけですね。多くの人はタバコが嫌いだから肺がんになるというのに賛成している人が多いんですね。ただ私はですね、とりあえずこの問題は本人の問題として、肺がんを防ぎたいと、なんとか減らしたいという点から考えてみたいと、こういう立場なんですね。でそういう立場からここに示しましたグラフですね。これは最近私が出したタバコを吸った方がいいんだというような本に載せているんですけども、何しろこの40年間喫煙率は2分の1になりまして、肺がんは約10倍になってるわけですから、タバコが嫌いな人はいろいろなことがあると思いますが、タバコ肺がんを防ぎたいという人はですね、やっぱりちょっとこれ本当にこれで肺がんが防げるのかなというふうに疑問に思うはずなんですね。タバコを吸ってすぐには肺がんにならないと、20年後だというようなタイムラグというんですけど、そういうのを考慮してもですね、ちょっと説明が難しいんですね。でこれは私はですね、科学とか医学の訓練を受けた人ではですね、ひょっとすると肺がんとタバコはあまり強い関係がないかもしれないなと、なぜだろうかなと、臨床的にはそういう傾向が見られるんだけども、なぜそれが統計的に出ないんだろうかというぐらいの疑問を持ってほしいと思うんですね。というのは、このブログを見られている方の中には、もちろん一般の方はおられるんですが、科学とか医学というのは非常に難しいんですよ。私たちの頭脳というのはですね、到底科学とか医学を明らかにするところまでは至ってないんですね。ですから分からないことが多いんだっていう目でですね、対象物を見なければいけないと思うんですね。で、一般の人がですね、タバコを吸うのはけしからんという人が多いんですけども、それは無理からないことではないかと思うんですね。というのはあれほどですね、マスコミとかテレビ、政府なんかがタバコを吸うと肺がんになるというふうに繰り返したわけですね。ここ20年ぐらいですかね。で病院に行きますとね、あなたはタバコを吸うんですかと、それじゃ診断はできませんと言った先生もおられるんですよ。本当に現実に私聞いてるんですけどね、お医者さんの方からも聞いてるんです。こういう状態で洗脳されるのは当然だと思いますね。科学とか医学の専門家はデータに基づいて慎重に判断する。私は呼吸器系の論文も時々読むんですけども、非常に専門的ですからね、部分部分としては正しいんですけども、やっぱり肺がんの引き金というのは非常に複雑なので、これほどのはっきりしたデータがありながらタバコだけに注意させるというのは本当にいいのかと、いうような感じがいたします。この問題はもう一つ大きな問題を抱えておりましてですね、医療というのが病気を治す、自動車で言えば故障したところを治すというところからですね、予防、これは設計ですね、に踏み込みますと新しい様々な問題ができてきます。故障の修理というのはですね、緊急を要しますし、死ぬのを防ぐんだと、苦痛を除くんだと、健康体にするんだということでですね、行動に関する哲学というのはそれほどいらないんですね。しかし予防になると一気にそれが拡大するわけです。まだ病気をしていない人を対象にするわけですから、その人の一生を判断するということになりますが、それが医師が判断できるのかという問題もありますね。一つはタバコに関して人生設計という観点から見ますと、NK 細胞の研究で有名な先生がですね、その著者とか取材で次のように話しておられます。自殺者3万4000人のうち2000人を任意に抽出して調べたら、タバコを吸っている人は1人もいなかったと。このことはもしかすると3万4000人の中にタバコを吸った人が1人もいない可能性もあるというようなことを言っておられます。これは趣旨ですけどね。この研究が今後もし確立したらですね、禁煙運動は自殺者を増やしたと、極端に言えば殺人だったと、いうことになる可能性もあるんですね。これが科学とか医学の難しいところなんですよ。だから我々はですね、常に謙虚でなければならない、いろんな可能性を世の中に対して示さなきゃいけないと思うんですね。これちょっとさらに難しくなりますが、科学は実績、実験結果とか社会的状態ですね、コホート研究なんだ、いい加減なんですが、相関関係とか機能的推論、つまりデータから見た推論とですね、因果関係、演繹的推論ですね、の2つが原理的と言ってもいいんですけど、その2つが一致しないと確実にはならない。一致してもまだ疑わしいんですが、少なくとも一致する必要があるわけですね。タバコを吸う人は自殺しないとしてもですね、それは本当に納得性があるのかということも考えなければなりません。私はニコチンの学問というのを勉強したらですね、
タバコをやめると禁断症状が出てきますが、この理由はですね、頭脳が必要とするしているそのニコチンが供給されないということによるということでと考えました。考えたというか、まあ、そういうふうに解釈しました。もちろん人によるんですけども、ドーパミンとかセロトニンのような脳内活性物質の状況のコントロールをですね、ニコチンが指示する。つまり禁断症状って言いますと皆さんが悪いイメージなんですけどね、禁断症状っていっぱいあるんですよ。あの睡眠も寝ないとですね、禁断症状になりますしね、食べないと禁断症状になります。まあ、あのセックス的なこともそうですね。ということは禁断症状っていうのはですね、人体が必要な時に、まあ、それが供給されないので非常に辛い思いをするっていうのは禁断症状ですからね。だからタバコをスッとやめられる人っていうのはですね、本来ニコチンがあまり必要じゃなくて、タバコをやめるのに非常に苦労するっていう人はニコチンが必要なわけですね。そういう民族が人たちがニコチンをやめるといろんなことが起こると思います。例えば頭が整理できなくなる、ストレスが解消できなくなるというようなことが起こるかもしれませんね。私はまあ私の本にも書いたんですけど、不思議なことにですね、アイヌ民族、一回も戦争してないアイヌ民族、それからアメリカ人に虐殺されたインディアン、こういう人たちは大体タバコを好むんですよ。タバコを吸ってですね、戦争をやめる、戦いをやめるというところがあるんですね。どっちかというとタバコを好む民族は平和主義で、タバコを嫌う白人は抗戦的なんですね。私これあの禁煙運動でも似たような感じがするんですよ。禁煙運動の人って非常にあの感情的で攻撃的ですね。ところがあの喫煙者っていうのはですね、タバコ吸う人ちょっとずうずうしいところなんですけどね、まあ、可愛げもあると。だからもうあなたちょっと迷惑だから遠くで吸ってよって言って、はいはいとか言ってですね、まあ、遠くで吸ったりしますんで、憎めないところもあるわけですね。で、まあ一人の人生っていうのを考えたときですね、上のグラフを見ても本当にタバコを追放していいのかなと思いますね。肺がんが本当に増えるかもしれません。自殺も増えるかもしれません。それから無味乾燥な人間生活になるかもしれませんね。お酒もそうですね。お酒をやめるって人なんでいないのかよくわからないんですけども、人に絡むこともありますし、電車の中で入ったりすることもありますね。まあ、こういった問題はマナーの問題でありまして、公衆道徳を守りましょうっていうだけのことですからね。だからそのこととタバコの追放とかちょっと距離がありすぎると思いますね。私はあのこのブログの主たるテーマ、まあ、マスコミが伝えないことを伝えるってことですが、現在のマスコミは自分の好き嫌い、利害、それからということがあるんですね。だけど私はここはですね、自分が好き嫌いがあっても利害があっても正義と真理と正義に戻ることはしないという方向ですね。まあ、そういうことはですね、どういうことかと言いますと、本当はタバコの煙が嫌なんだと、タバコ吸う人が別に肺がんになって早く死んだっていいんだけど、まあ、とりあえず肺がんにしておくよという考えには賛成しかねるんですね。この論理はどういうことかと言いますと、ね、本当は核武装したいんだけど、それは言いたくないので原発は安全にしておくというのとかなり似てるんですよ。つまり本当のことを言わずに、嘘の、ことを構えてやるんです。そうしますとね、議論が混乱してきますね。原発は安全だという人が最近多いわけですよ。なんでって言ったら、核武装しないからとかね、3兆円を失いたくないから、じゃあそっちを先に言ってよということになりますね。まあ、これは魔女狩りがそうだったんですね。台風が来たり地震が起きたりして大きな災害が起こると、誰か女性の一人を捕まえて、お前が魔女だからなったんだっつって、その人を処刑する、火あぶりにする。そしたらそれでいいんだと。本当にあなたはその災害は魔女が原因だと思うのっつって、いや それはまあどうでもいいんだよと、ね、とにかく俺は災害が嫌だから一人首火あぶりにしただけだよと、まあ、こういう社会になりますので、非常に危険で野蛮な社会であると私はそう考えています。